コルチャグア県は、チリ中部にある、リベルタドール・ベルナルド・オイギンス州の3つの県のうちの1つである。県とは、サンフェルナンド。北に、カチャポアル県、東に、アルゼンチン共和国、南に、クリコ県、西に、カルデナルカロ県と接する。小惑星コール諸グイは、コルチャグアにちなんで命名された。コルチャグア県の面積は、公式な推計では5678。 平方キロメートルで2002年国勢調査での人口は196,566人である。県はチリ中央共国を横切って広がっており、伝統的農業やワイン生産が営まれている。主要な川にはラペル川とその支流のティンギリルカ川がある。主要都市は県都のサンフェルナンド、サンタクルス、チンバロンゴ、ナンカグア、パルミージャである。サンフェルドは 総督ホセアントニオ・マンソド・ベラスコが1742年に設立した都市の一つである。県であるコルチャグアは第2級行政区画であり、大統領によって任命される知事が政治を行っている。県は各自治体の市長と議会により政治が行われる11のコムナから構成される。チリ国鉄のサンティアゴから南へ向かう鉄道はサンフェルナンドに停車する。 この路線はかつてパルミージャから海岸のピチレムへ走る支線が存在した。これは現在廃止されているが、最近一区間で観光向けに再開した。よりローカルなメトロドレンはサンティアゴとサンフェルナンドの間にあるほとんどの町で停車する。この2都市間には列車が頻繁に発着している。パンアメリカンハイウェイはサンフェルナンドの町の東側を通る。 ABC インスティトゥとナショナルでエストリスタケスハットチリタイム w o r l d t i m e z o n e s o r g 二千十年七月二十八日閲覧チリサマータイム w o r l d t i m e z o n e s o r g 二千十年七月二十八日閲覧。 コール処軍イコール 1935KF イコール 1952K 19イコール 1974EC イコール 1974FX1 イコール 1981T1 イコール 1981NS1 イコール1 9 8 1ューイコール1981ークル。MPC2021 年9月12日閲覧ありがとうございます